なあ、この間言ったお祓い、効果はあったか？それが、いまいちなんだ。エデンで噂の白い少女の幽霊を見ちまうし、せっかく10万もする壺買ったのにな。バカだな。ああいうの薬と同じだ。何度も行かなきゃ効果はねえんだって。そうだったのか。だからか。なんだか、さっきからまたあのビップルームから。やべえよ、それ。お祓いの効き目が切れてきたんだって。また行ってこいよ。今度は30万の首飾りも買わないと。私と記憶共有したからハッキングができるようになったでしょ。だから試しに一人でウイルスプログラムを作らせてみたの。そしたらこの子よりによって出来上がったウイルスを、おかげで私の端末の画像ファイル全部ヌメモンのドットグラフィックに変換されちゃったの。だから同じドットでお仕置き中。だけど私に仕掛けろとは言ってないでしょ。その姿でちょっと反省してなさい。そんなに怒らなくてもいいじゃない。せっかくエリカの記憶から参照したのに。フーディアができる前にね、エリカも同じようなことをやったんだよ。リュウジに自分のスキルを見せるためにリュウジとチトセの端末の画像ファイルを全部ドットに変えちゃったの。何のドットに変えたって？それはあれだよ。余計なこと言うと今度は麻痺を通過するわよ。なんで言っちゃダメなの？エリカ、あの時は最高に活かしてると思ってやってたんでしょ。私知ってるよ。だからそれと同じことをしただけなのに。成功した経験則に基づいているから。あんたの過去の経験を局所的に抜き出してるからそう思うだけで、今の私にとっては忘れたくても忘れられない過去の時系列を踏まえて記憶を整理してよね。難しいよ。いつの間にか私より昔の記憶の検索が確認になってきちゃって、自分がもう一人いるみたいで、すっごく変な気分。私がいないところで余計なこと言わないようにサーバにプロテクトかけとかなきゃ。仕事が入った。これから又吉さんの部署、電脳犯罪捜査課のサーバにハッキングをかける。ザクソンからの依頼だ。お兄ちゃん、私は今回は一緒にやってもいいでしょう。無理はするなよ。まず関係者のアカウントを手に入れる。対象は又吉さんだ。申し訳ないがアカウント情報を拝借する。準備してくる。千歳に伝えておけ。よかったね、エリカ。リュウジからお許しが出て。エリカ、私も一緒にやってもいいでしょ。そうね。画像データを全部復元できたらいいよ。おお、それなら急がなくっちゃ。どうしたの？さすがにまずくないかって。そりゃいいわけないけど。
私たちはハッカーだよ。時々はこういう仕事も来る。悪いね、わざわざ来てもらっちゃってよ。仕事中はあんまり出歩けねえんだ。フーディエのバイトじゃないのかって？違うよ、エンジニアだよ、エンジニア。店のバイトはただの手伝い。お嬢もリュウジも店の運営はおざなりっていうか適当だろ。よくシフトに穴が開くから仕方なく手伝ってやってるわけ。別にバイトちゃんに代わってって頼まれたからとかじゃないからな。チームのアジトがなくなったら困るだろうと考えてわざわざ店番をしてやってるわけだ。なんのよ。電脳犯罪捜査課ってマジかよ。又吉さんの部署じゃねえか。でもまあ大丈夫だろ。又吉さんは俺たちの恩人だ。リュウジも悪いようにはしないはずだぜ。ああ、そういや話してなかったっけな。俺たち又吉さんに捕まったことがあんのよ。何年前だったかな。ダチが悪質なハッカーに弱み握られて脅されちまってさ。ハッカーから弱みの証拠を取り返そうとして挑んで逆に罠にはめられちまったんだ俺。当時一緒になってハッカーしてたリュウジも俺を助けようとして巻き込まれて、二人して一緒に逮捕されちまったのさ。で、その時の担当刑事が又吉さん。今時珍しい昔かたぎの人でさ、説教は長えし、肩骨は痛えし。でも事情を話したら、ダチのためにそこまでできるとは見上げた心意気じゃねえかって褒めてもくれてさ、いろいろ便宜を図ってくれて俺ら補導扱いで済んだわけ。その後独自に動いてダチを脅した犯人も捕まえてくれたし、恩人ってのはそういう意味さ。だから心配すんなって。そんな人に迷惑かけるようなことあいつがするわけないから。
リュウジの様子がおかしい気がする。しゃあない、後輩のためだ。ちょっくら調べてやりますか。リュウジだよ。妙なことしてないか調べてやるって。裏が取れりゃお前も安心すんでしょ。あいつらには適当にごまかしといてくれよ。仕事が入ったとか言ってさ。心配しなくてもサーバ潜入までには戻ってくるって。んじゃな。又吉さんからアカウントを盗むときに一芝居打つ。千歳が仕事で来られないとなると人手が足りない。ザクさんから誰か貸してもらえば。あまりよそのチームを巻き込みたくない。そまったく部外者の方が都合がいいんだ。や、今どうしてる？面白い本が手に入ったから貸したいんだけど。え、俺？暇だけど、どうかしたのか？話は分かった。つまりお前たちの作戦に協力すればいいんだな。お前の仲間が又吉って刑事をコミュニティエリアに呼び出す。その隙をついてあるプログラムを刑事に接触させることで必要なデータを手に入れると。でそのプログラムが。デジモンのアバターを着たお前ってわけか。デジモンの姿になったやつなんて初めて見たな。やめろよ、あんまりつぶらな目で見るなよ。ともかくデジモン型情報コピープログラムか。見た目はぽよもんだけどウーディエ独自のマルウェアってわけだな。その姿で3秒間又吉に接触すればアカウント情報をコピーできる。まさかアバターをここまで改造できるなんて。お前って本当にハッカーチームの一員になっちまったんだ。気にするなよ、むしろ嬉しいんだ俺。この頃お前フーディオばっかりだから、俺のことをちょっとは頼ってくれてるってこと。実は本体の方は膝ガクガクなんだけど、俺とお前なら。又吉さんが来たよ。コミュニティエリアに向かって。これからはシークレットラインで通信をつなぐよ。私の声は君たちにしか聞こえないから、合図したら作戦を開始して。おう、リュウジ、連絡ありがとうよ。うっす、この間はありがとうございました。又吉さん、水臭いこと言ってんじゃねえよ。エリカちゃんはその後どうだい？すぐに退院できました。そうかそうか、それは何よりだ。ゆっくり会うのは久しぶりだな。どうだお前の方は、ちゃんと働いてんのか？おかげさまで。セキュリティ管理の仕事をやってます。よー、立派なもんだ。今のご時世必要とされる仕事じゃねえか。ところで又吉さん、相談事なんですけど。おお、何でも言ってみろ。いいよ、作戦開始。
なんだこいつは。デジモンみたいですね。クーロンから紛れ込んできたんでしょう。こんなとこにいたら一般のお客さんに迷惑だろうが。ほらどっか行った行った。対象に発見された。プラン B2 に移行して。あ、すいません、それ俺のベッドなんです。ん？最近は学生さんまでデジモンを持ってるのか。はい、すいませんけど捕まえてもらっていいですか。やれやれ、世も末だな。ドラよ。あ、危険はねえみてえだな。それにか、かわいいじゃねえか。スケベ。姿はデジモンでもスケベ電波が観測できるの。それは冗談。ともかくそのまま動かないで。おい伊達、遊んでねえで早くそいつを学生さんに返してやれ。うっす、おらよ。デジモンはちゃんと管理しておけよな。じゃないと逮捕しちまうぞ。は、はーい、すいません。ちょうどいい、紹介するよ。リュウジ、部下の伊達だ。お前と同じ口でな、いつか引き合わせたいと思っていたんだ。よう。どうも。見た目は見落ちきりんだが、警察官としてはまあ頼りになるもんだ。伊達、お前もだ。リュウジの男気と根性は俺のお墨付きさ。ハッカーってのはたまに傷だがな。またよしさん。俺ももう年だ。いつどうなるかわからん。そうなった後は若い者同士で助け合ってくれ。そんな、死ぬんすか又吉さん。死んじゃいやっす、ま、誰が死ぬか、引退の話だ。勝手に殺すな、バカ野郎が。ん？これはいかんな。本部からすか。ああ、指名手配のハッカーがクーロンに現れたそうだ。よし、うまくいけば現行犯逮捕できますね。すまんリュウジ、相談の件は後で必ず聞かせてもらう。ハッカー絡みですか。だったら俺も行きます。そいつは助かる。行くぞリュウジ。作戦どうなったんだ。ちょ、おい、どこ行くんだよ。まさか追いかけるつもりか、その姿で。無茶だって。おい、なんだよ、置いていきやがって。いいじゃないか、放っておけよ。でも少しくらいあいつらに貸してやればいい。あいつはお前の親友だろう。心配しなくても必ずお前のところに帰ってくるさ。そうかな。そうさ、きっとそうだ。俺の言うことが間違いだったことなんてないだろう。ああ、そうだな。Thank you.
ログアウトしたってすぐ捕まるのはオチだぞ。諦めて出頭しろ。うるせえ。エデンで見つかったからってなん、このままログアウトゾーンまで突っ走って向こうに戻ってドン連れしてやるぜ。痛い目見る前にそこをどきやがれクソジジイ。ねえ、誰がクソジジイだ。又吉さんのことは素敵なおじさまの呼びやがれ。ごめん。刺激すんなって言ってんだろうが。今だ、やれ。待て。下がってな。ここからは俺たちの領分だ。来たのか。引っ込んでりゃいいのにな、バカ野郎が。人暴れしようか、相棒。けじめをつけるぞ。
上出来だ。やつがハッカーを語るんじゃねえ。言うようになったじゃねえか、龍二。おい、伊達、何ぼーっとしてんだ。さっさと連れて行け。うっす。ノーラ、お前らそこ並べ。ログイン場所書いてもらうからな。お前と一緒にいたデジモンがいないな。あいつもお前のデジモンかい？いえ、デジモンにもいるんですよ、ああいう物好きが。できなくてよ。これからサーバーに侵入する。おお、じゃあアカウント権限は手に入ったのか。ご苦労さん。っていうか、なんでまた電脳犯罪捜査課なの？前回神代にマルウェアを仕掛けたが、入ってくる情報は芳しくなかった。はあ、それでもっと特定のデータを攻める必要があるってこと？そうだ、電脳犯罪捜査課のサーバーからあるデータを盗み出す。ザクソンからの情報では、数年前神代はある企業を不正買収していたそうだ。その時、ことが露見しないように電脳犯罪捜査課の上層部に手を。奴らまで神代と癒着してたってのが世も末だね。今回はその証拠を狙う。エリカ、作戦を説明するよ。侵入するなら対象のエデンサーバーの中でも、ここからメインネットワーク上の目当ての情報データに直接アクセスして、まず私が手に入れた伊達巻子のアカウント権限を利用して、お兄ちゃんと君はワームモンを連れて予備流域エリアに侵入して、このエリアはメインネットワークの外にあって、普段はほとんど無人だから、そこからメインネットワークの接続ポイントを見つけ出してダウンロードに備える。なんでワームモンまで一緒なんだ？この子は連絡員。目当てのデータを私がワームモンに偽造パスを送る。この子と私の間の通信回路は独立しているから、お兄ちゃんはワームモンから偽造パスを受け取ってデータを吸い出す。君はお兄ちゃんが端末を操作している時にご連絡。ダウンロードのタイミングが一番無防備になるから気をつけて。予備サーバーとはいえセキュリティは厳重なはずだ。向かってくるやつには片っ端からコップ。コテンパンにしろって言うんだよ。ユージはたまに不思議な言葉を使うよね。鉄砲玉とか肩木とか。お、興味があるなら。私のデジモンに変なこと教えないで。変ってなんだよ、かっけえんだぜケンさん。なあリュウジ。話を脱線させるな。俺たちがやることは分かったな。俺の役目は？千歳はこっちで陽動担当。
足のつかない使い捨てのデジバイスから伊達に不審な通信を送って、そうすれば伊達は本庁の叱るべきチームに追跡もしくは解析を依頼するはず。その際に残される伊達の通信記録に紛れてメインネットワーク内に侵入、閲覧記録を通信記録にすり替え。なるほどな。それで直接ネットワークにアクセスしても足がつかないってわけか。了解。じゃあやりますか。向こうで合流だ。遅れるなよ。話はまた後でな。今は作戦に集中しようぜ。Bye.